昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。お、おいじいさん、話はそれで終わりか。何も落ちちゃいねえじゃねえか。八五郎一味とその子供はどうなったんで。どうも何も。何のよしあって俺を狙う。水の型で行く。揺るがぬ地のごとく。水の流れのごとく捕らえた。身が白道。
これにて王手と相なったか。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。兄ちゃん見つけた。カヤか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こら、はあ、危ない真似はよせ。こうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょ。ほんと相変わらず稽古好きなんだから。まったく、お前こそ相変わらず威勢がいい。よう、伊織さん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい。ああ、こたびは何をすればいい。それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人ども、まずは
まずは。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 手はず通りに盗みに入る。石川何がしの真似事か。やめておけ。なんだ貴様。水の型で行く。あざ持ち。そうか。あざ。もはや手段を選んではおれ。そうでかない。また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手強かったぞ。いささか肝を冷や。お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきました。世話を焼きすぎだぞかや。しかしありがたい。このあざ、痛みはないが色味が濃くなっているな。紅玉は寝ているか。明日にしよう。せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ。食ったら寝るか。
なんだ。しかず、俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ、私はセイバーのようだな。セイバー？いとまがない。まずは、呼び人よ。君の名は何だ？イオリ。宮本イオリだ。ではイオリ、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか。逃がさぬ。身が脈動。弱い。剣以外の脳はないのか。なくはないな。行くぞ、イオリ。短期とか。逃げるのはやめだ。ここで仕留める。
て。あらてか、姿を見せろ。灰は灰、塵は塵、すべてを等しく燃やし尽くしましょう。あの槍、何ぞか。少し彼らを見たい。ライダー。このままでは浅草すべてが俺は。よりほうけるなよ。欲しがりだな、ランサー。ならば来い。なぜ